はい、こんばんは、山城と申します。速報ってことでですね、まあ、速報ってことでもないんですけど、急ぎの報道でもないんですけど、YouTube が、スターステール総合チャンネルに帰ってきますと、いう話でございます。まあ、簡単に言うと、今ですね、スターステール、いくつかだいぶね、一時期、一番多い時は5チャンネルぐらいかな、ぼわーっと細分化してね、分けていけた。時期があるんですけど、これをね、今、順次、またこのメインチャンネルね、今、このご覧いただいているチャンネルのところに、投稿の方を進めていますということで、で、その流れでですね、この YouTube、郵便いろいろ雑談動画、解説チャンネルだったっけ、郵便いろいろ解説チャンネルにしてましたっけね、っていう名前でね、やってた YouTube っていうのを、まあ、もともとはね、このメインチャンネルの一番最初のコンテンツとして始めたのはその YouTube。だったか、ね、郵便小話って名前で最初はしてたけど、なんも、そんなキャッチーな名前が思い浮かばんくて、とりあえず小話ってやっとって、で、郵便でチューブで YouTube だったら YouTube になるし、いいんじゃねって言って、YouTube って名前で途中から始めてたんですけど、で、それをね、まあ結局、この、いろいろね、やるっていう中で、一時期ね、結構、その、細分化してくれと、見たいジャンルのやつだけ見たいから、他の情報がね、その、通知で来るのをちょっと鬱陶しいから、分けてくれという意見が結構あったんでね、分けてみたんですけど、まあ結果的になんかどっちも伸び悩みみたいになってしまったんで、まあ少なくともね、チャンネル登録者数1000人、とか収益化とかね、まあもしくはね、まあ、ゆくゆくはね、まあ一番いいのはね、これ事業化とかできてね、ちゃんと、まあ、その動画コンテンツの制作する、まあ、法人立ち上げとかね、そういうような形でできるようになれば一番いいんですけど、まあ、そういうような形になってきたらね、そういったコンテンツ、細分化とかしてね、やるのもいいんですけど、まあ、こっちが300人でね、向こうが今40人かなっていう状況なんで、これだとね、ちょっと共倒れになってしまうよということなんで、まあ、ちょっと、しばらく、少なくともね、そういった襲撃化とか、まあ、ある程度そのコンテンツとして、充実するまでには、このスターステール総合チャンネルのところに、YouTube をね、もう一回ちょっと持ってきて、で、まあ、YouTube のその、その、スターステールの総合チャンネルのコンテンツ内で、いろいろと展開するっていうような形で、で、リソースとね、そのあたりを、と、コンテンツのね、リソースとか、幅をね、全部、ここにまとめていこうかな。まあ、一番最初にやろうとしとったところに、もう一回ちょっと戻すっていう形にはなるんですけど、これでいこうかなと思います。まあ、YouTube は基本的にはね、細分化させて、そっちの方が、ちゃんと、ジャンルとして伸びるよって言われてるんですよ。まあ、実際 YouTube、YouTube も、実は全然動画コンテンツね、もう20分くらい上げて、それが完全放置になっていたんですけど、あのチャンネルでも実は、今でも月500再生とか入るんですよ。全く更新してないんですけどね。まあ、もともとあのチャンネルね、あのジャンルを始めた時には、検索ワードとかで上がってくるように、ロジックさえちゃんと組めて、検索上位に上がってくるようになれば、絶対的に、郵便のことに関する、郵便商品に関する検索っていうのが、絶対そこが高く入ってくるんで、っていうのがあってね。まあ、実際ですから、うちのところでも、このメインチャンネルでも初期に上げてたね、その YouTube の分散する前の動画っていうのも、未だに結構再生をされてるんですよ。実は簡易書きでもやっとくから、地味に3000再生、4000再生とかされてるんですよね。ずっとね、上げた当初から10再生しか入らなかったんですけど、今も10再生入るんですよ、あれ。本当に毎月10再生ぐらい入るんですよ、ありがたいことに。っていうことなんで、まあ、うちのね、その、そういったのをね、その、分離させて、で、やるっていうほどの、総合的な体力もないんで、うちのチャンネル自体がね。ですし、まあ、うちとしては本当はそういうような感じで入ってきてもらって、他にもいろんな情報をね、知れるインテレスティングな環境を、目指したいなっていうのが、やっぱ主目的にあったんで、どっちかというと、その、ネット界隈でそういうふうな展開のさせ方をさせようっていうところがなかったんで、まあ、実際にはインテレスティング、キャッチーなので、捕まえてきてって言い方悪いですけど、それでね、インテレスティングな、実は、動画内容的には、ね、展開をしてっていうのをやってる。まあ、実は、ヒカルさんとか、実はその、っていうか、例えばトップ YouTuber、意外と日本で活躍してる人って、意外とそのキャッチーなので、最初は、
ね、入ってきてもらって、そこからインテレスティングにつなげていくっていうのがね、ジャンルこそ違うけど、ヒカルさんとか東海オンエアさんとかも全部そうだし、まあ、比較的インテレスティングよりもそこから、ファニー寄りに行ってる、あ、でも結局20分以上の動画を作ろうと思うと、インテレスティングの要素を絶対入れないといけませんから、ショーツ動画は別です。ショーツ動画はもう、ファニーだけで突っ走っていける。うん。まあ、あと海外のね、動画とかで。でも、まあ、でもね、アメリカのやつとかでもやっぱ、多少インテレスティングするか、でもどっちかというと、両藤の方が多いのかな。ファニーを10分間というか、日本人が見ると、それってすっげえ疲れるんですけど、アメリカの人とかってそういうファニー、ファニー、ファニーで、あははで、30分番組とかでも、いけちゃうんですよね。うん。なんて言うのかな。ステーキ食った後にハンバーガー食って、あ、その後またフライも食べるのみたいな、感じなんですけど、まあ、いけちゃうんですよね。うん。そういう、まあ、もう、もともとのそういう文化が持ってるし、で、逆にインテレスティングがインテレスティングに来るっていう、インテリジェンスな番組とファニーな番組、コミカルな番組、コミカルとインテリジェンスって言ったらいいのかな、っていうふうにもうピンピンピンって、なってるし、まあそれでコンテンツパイも作れますからね、お互いが1000万再生とか、だから、インテレスティングの、有名なところだとブライトサイドですね、あそこ2000万人ぐらい登録者がいるのかな、っていうような感じであったりしますし、逆に、ファニーで、まあピューリパイとか、結構その、有名なそのユーチューバー、アメリカのユーチューバーさんで、英語圏で、ね、有名になっている方は結構ファニーが多いのかなっていう感じがありますよね。ネイトレートショーとかも、まあ、どっちかというとファニー、ザ・ファニー。あ、そうですね。そんなにインテレスティング要素あるようにも見えるけど、いや、結局ファニーに振ってるんだ。うん、っていう感じだったりするんで。うん。まあ、意外とそういうようなところ。まあ、でも結局バラエティっていうところはちょっと間を取るのかなっていう、ポンポンポンっていう感じかな。三つどもえかな、っていうような感じなんで。まあ、うちの場合は、全体的に、取りに行く。まあ、っていうことなんで、まあ、基本的には本当は1チャンネルでいろんなものを見てもらいたい、っていうのがあるんで、まあ、ですから結構変なチャンネルもいっぱい多いんでね。まあ、正直、だから、なんか見たい動画が上がらんっていうので、登録者が解除されるかっていうのもあるんですけど、まあ、最終的に、それで、でもそういうふうにしていろんなのを知るのが楽しいよねっていう、ところを狙っていけたら多分そういうことをやろうっていうところがないんで、やってないことをやった方が多分、いいとは思うんですよ。というので、まあそれをずっとやってますんで、まあそういう方針にもう一回ちょっと、まあ原点回帰じゃないですけど、戻していこうかなと思います。っていうのがあるんで、YouTube もこっちの方にくっつけて、またちょっと、出ないとね、やはりね、毎日投稿とかそういったこととかもね、考えてみたときにいろいろと出したい動画はあるんですけど、それに関してね、スケジューリングとか、がね、踏まえてくるんだったら、まあ、だったらもうね、一応チャンネルでね、ポンポンポンと上げてしまった方のが、まあ、正直言って管理も楽なんで、で、まあ、今正直、最初は YouTube だけでね、もうずっと更新してたんですけど、最近はちょっとニコニコ動画とか TikTok の方も上げとってね、まあ、ありがたいことにニコニコ動画の方はもう今収益ができとって、累計で1万円ぐらいね、収益もいただいてますし、っていうふうにして、今のところね、そっちの方のがどっちかというと食いっぷちになってる感じなんですよね。で、まあ TikTok も言うて結構、まあ、だから、とてもそんなにね、再生数がめちゃくちゃバズってるとかそんなんじゃないですけど、でもまあ200再生、300再生で170ぐらいね、フォロワーさんいただいてたりするんで、っていう状況を考えたらね、うん、コンテンツね、そんなに、TikTok はね、正直量を上げてね、バカ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 、10秒ぐらいの動画でね、バカ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 ね、へっほーいって、やったのバカバカもう乱れ打ちしてで、マシンガンみたいにダーって打った方がぶっちゃけ、伸びるんですよ。なんでね、そういうような政策も考えてはいるんですけどね。まあ、とりあえずちょっと YouTube はやはり、メインはね、YouTube、ニコニコ、まあ、ここでね、行きたいなと思ってますんで、まあ、今ニコニコと YouTube がね、同じコンテンツでやってますんでね。っていうことなんで、何が言いたいかというと、まあ、結局そういうふうにしても投稿します。ですから、まあ、メインチャンネルをね、ポンと見ておいてもらって、で、まあ、政治だけはね、どうしてもちょっと、政治的な発言とか、そういったものはちょっとアレンジあるよって言うんで、まあ、あっちも全然更新できてないんですけど、いうのがあるんで、そっちの方はもうボンと開けておいて、まあ、と言ってもちょっとね、多少はね、チリで一夜とこっちの方でもそういったね、発言出てきてしまうと、まあ、とは思いますけど、うん。
そっちの方だけはね、分けて、あっちの方はあっちの方で、ちょっと政治関連でね、ちょっと研究して、コンテンツ、まあ、例えば選挙制度とか、そのあたりに関する、研究とかっていうのを今進めてるんですけどね、いかんせん難しいですからね。まあ、当たり障りなくできないですから、あの業界に関しては。もう政治に関しては政治ですからね。っていうことなんで、まあちょっとあれはもう分けときますんで。で、まあね、とりあえずメインコンテンツのね、方の、なんていうの、タクト。タクトっていうかな、タクト管理っていうよりは、スケジューリングなのかな。まあ全体的にちゃんと回せるなっていうふうになるまではね、ちょっとあっちの方は、今、研究資料を作ってる段階、ちょっと隙を見てね、30分とか資料をパーっと作ってっていう感じの段階なんで、そっちの方もちょっとまとめてね、取れるタイミングみたいなね、やっていきたいなと思ってますんで、またよろしくお願いいたします。とりあえずね、まあ、このね、メインチャンネルをね、もう、このスターセル総合チャンネルを、もうメインでね、据えてやっていこうと思っておりますんでね、今後とも、スターセル総合チャンネル、並びね、まあ、ニコリコの方とか、いろいろと、お楽しみいただければと思います。ということで、一応こういう報告でした。まあ、こういう感じでまとめていきますということでございます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。